お隣の国の大統領は、極左、赤い工作員、勇敢富士ザクザク、2020年12月17日、文政権、韓国版、ゲッシュタポ、強行、初の検事総長への懲戒処分、すでに狂った左翼国家の一歩手前、これは室谷克美さんの新圧巻のより、記事に行く前に、ゲッシュタポ、当たり前のようにさらっと出てくるけど、ゲッシュタポ、どれくらいの人が知ってんねやろ。航空軍事用語辞典よりゲッシュタポ。ナチ政権時代の、ナチスの政権時代のドイツに存在した秘密警察組織。正式名称結構長くて、聞いたところで、ふーん、という感想しかないと思いますので割愛して、秘密、州警察部の意味なんですって。ドイツのひーちゃんめっちゃ悪者にされてるけど、ひーちゃんが生きてた時代って、そこしかなかったんちゃうかなって思うのよ。ドイツ国民には優しかった。あるところだけを攻撃してはって。しかし、なーから始まる政党は国家社会主義ドイツ労働者党やから、かなり残念ではあんねんけど、社会主義やし、言いたいことをストレートに言えない時代になってしまって、ああめんどくさい。記事によりますと、韓国法務省の懲戒委員会は16日、権限乱用などを理由に、法相のチュエミが懲戒処分を求めた検事総長のユン・ソクヨルってやつについて、停職2ヶ月とすることを決めた。聯合ニュースが伝えた。共に民主党の法務大臣、ああ、恐ろしい。チェ・ユミっていう法相は、12月16日のテレ朝ニュースによりますと、辞意を表明。韓国大統領府の関係者によりますと、チェ法相は、16日夕方に、ムンジェイン大統領と面会して、重要な改革の任務は果たした、と辞任の意思を伝えました。やって、逃げた。記事戻って、現職への、検事総長への懲戒処分は初めて。共に民主党の連中がやってることって非常に恐ろしい。で、検事総長のユンは、権力に忠誠を誓わず、ムンジェイン政権中枢が絡む疑惑に切り込んでおり、処分を不服として法廷闘争に展開する構えだ。韓国の世論がバトルに注目する中、ムン政権は韓国版ゲッシュタボといえる高位公職者犯罪捜査処設置法改正案などを強行処理した。ジャーナリストの室谷克美さんが狂った左翼国家に突き進む隣国の現状を暴いたやって、共に民主党、日本の民主党と同じようなもん、あの地獄の政権民主党。日本の野党は左翼、角丸枝野率いる立憲民主党は極左中の極左やから、論外。しかも、スタート時は、あの地獄の民主党、菅内閣の連中、とか、二重国籍の連邦が入り込んでんねんで。パスポートに、ソウルって書いてあってんけど、韓国華僑ちゃうの。記事戻って。韓国のムンジェイン政権が大きく左にハンドルを切った。ムングループは、どれだけ支持率が落ちても、中央突破戦術を貫徹するだろう。間もなく、彼らが目指す、一度も経験したことのない国の様相が鮮明になってくる。それは、地上の楽園ほどではないにしても、新たなヘルコリア、地獄の韓国であることは確実だ。日本には、それも韓国民が選んだ道だから、と突き放す意見が少なくない。私も突き放してしまいます。しかし隣国が狂った左翼国家になることは、日本の安全保障にとって深刻な問題だ。まあ確かにそうやけど、関わると損するから、一度体験していただいたらええね。アメリカの議会もようやく、ムングループが牛耳る韓国の異常さに気づき始めたようだ。おっそ!気づいてなかったん?信じられへん。日本はアメリカと協力して、韓国が狂った左翼国家にならないよう、ムングループに可能な限りの圧力をかけ続けるべきだ。無理やろ。韓国の与党は先週、通常国会の会期切れを前に、高位公職者犯罪捜査処設置法改正、反企業三法
情報機関の職域改正など、左翼国家建設に向けた法案を強行処理した。中には記者団を議場から追い出して採決した法案もあった。左翼が牛耳るって恐ろしいのよ。世論は依然として、検察総長、いびり出しに注目しているか、政権直属のゲッシュタブである、高位公職者犯罪捜査所が発足したら、検察組織そのものが無力化する左翼のやり方、左翼たちの目的は国壊しやからね。国家情報院のスパイ捜査摘発の職務は警察に移る。警察は早々と牛北政権の飼い犬に転じた取締り機関だ。牛北っていうのは北朝鮮に従うこと。実態としては北朝鮮スパイの活動自由化法が成立したと言える。あ、恐ろしい。反企業三法の中には、反企業って資本家は悪を言うやつやろな。反企業三法の中には、監査役選定規定の改定がある。株主総会での選任投票に際しては、筆頭株主とその関連法人の議決権を各 3% しか認めない内容だ。めちゃくちゃやんな。保守軽視は、保守っていうジャンルの新聞社は、一株一票という資本主義の大原則に反する。ヘッジファンドが推す監査役が入ってくると警告している。ヘッジファンドについては、SMBC 日興証券さんのホームページ参考にさせていただきます。ヘッジファンドとは、様々な取引手法を駆使して、市場が上がっても下がっても利益を追求することを目的としたファンド。記事戻って。しかし、多くの企業にとっては、ヘッジファンドよりも、国民年金機構が推す監査役が入ってくることこそ、脅威だ。その脅威の監査役は、労組代表や、労働組合の代表、恐ろしい人たち、そして、市民団体、代表。市民団体って、左翼的なやつだらけやで。昔々、何にも分かってない時代、まだ純粋やった時代に、ある問題が起こって、市民団体の方と関わったことあんねんけど、なんかめんどくさいなこいつらって思って、不義理させていただきました。きっとその代表の方、今でも私のこと大嫌いやと思うねんけど、私も関わりたくなかったん。気持ち悪かってめんどくさと思ってん。なんか違うなと思ったらさっさと逃げた方がお得。国民年金機構は多くの上場企業の 5% から 10% 株主であり、政権の意のままに動く。監査役選任規定の改定は、企業国有化への第一歩だ。企業国有化。重大災害処罰法は、労災事故が発生した場合の問責対象を最高経営責任者としている。死亡事故が生じた場合、危険防止義務を果たさなかった最高経営責任者は、2年以上の懲役となる。2年以上の懲役。人雇うの怖いね。これでは、建設会社の社長のなり手があるまい。ほんま恐ろしい。週明け14日の臨時国会では、台北ビラ禁止法も成立した。北朝鮮にビラ撒いてはいけませんっていう法律。さすが赤組、北朝鮮のスパイと言われるムンジン。記事はあと少しありますが、以下割愛にしときましょう。ムンジンが赤組レッドチーム北朝鮮系であることがこの記事からわかりますよね。日本の野党もレッドチームやから、ムンジェインと同じようなものでしょって切り捨てましょう。左翼が政権を取ったら、とんでもない国家になってしまうので、民主党系はあかんねん。って、バッサリ切り捨てるべきです。維新も、民主党の連中が紛れ込んでるし、維新の正体ティグレやから、論外っていうことをみんなに教えてあげてください。運命共同体やねんから。